癌のため今年3月に退任し闘病中だった福岡県の小川博前知事が亡くなりました。72歳でした。福岡県によりますと、小川前知事は今日午前11時7分福岡市の九州大学病院で亡くなりました。肺腺がん治療のため入院中でした。小川知事は福岡市早良区に生まれ、地元周遊館高校出身で、旧通産省に入省し特許庁長官などを歴任した後、2011年4月の知事選で初当選しました。その後3期10年にわたり知事を務め、在任中九州北部豪雨では陣頭指揮を取って災害復旧に尽力しました。また沖ノ島と関連遺産群の世界遺産登録に向け、国に積極的に働きかけるなどして見事実現させました。しかし今年3月、肺腺がんのため任期途中で知事を退任、闘病生活を続けていたということです。県民幸福度日本一の福岡県を目指して、ふるさとのために、県民の皆様のために全力を尽くしてこられました。そして私としてもこの間副知事としてお伝えさせていただいたことを誇りに思っている次第でございます。通夜や葬儀は親族のみで行われるということです。